こんにちは。写真家で野球選手の反田拓です。えっと、今日もですね、海外野球の解説動画を撮っていこうと思うんですけども、今日のテーマは、意味なくはないけど、海外では絶対やらない練習トップ3というテーマでお話ししていきたいと思います。えっとですね、昨日の動画で、今すぐやめよう。日本でよくやる意味ない練習トップ3というテーマでお話ししたんですけども、これはですね、完全にもうやめた方がいいと。なんかこう、技術向上に効果があるというよりは、まあ、怪我するぐらいのことだぞ、みたいな形でお話ししたんですよ。で、ただそのトップ3ということで、まあ、かなり絞ってお話ししたのが、 前回の動画なんで、すね、まあ、見てない方はそちらもぜひご覧いいたただきたいんですけどでその内容をですね、こう精査してる間に、まあ完全に意味ないと。もうこれはもう絶対やめた方がいいっていうふうに、まあかなりたくさんの項目がですね、こうこれは、まあ絶対とは言わないまでも、まあ意味ないんじゃないかとかやめた方がいいんじゃないかとか、まあ海外では絶対やらないよなみたいな練習っていうのが、まあ、結構あったんですよ。なので今日はその中からまたさらにですね、意味なくはないんだけども、海外では絶対やらない練習というのを お話ししたいいと思いますす、まあ、昨日の動画ももも合わせてもちろんんそうなんですけどもこの動画最後まで見ていただくことでですね、まあ今日お話しした練習をこれから先やるにしてもやらないにしても、もちろんそれは各々判断していただいてもちろんいいんですけども、あの、これをやることが当たり前じゃないよと、あの、海外のいろんな国ではこれはやっていないことなんだけども、まあ日本ではますごくやられているので、そやるとしたら、まあ各々ですね、これはこういう意味があってやっていると、こういう目的に沿ってやっているっていうのをまあ考えながらやってもらえるといいんじゃないかなと思って今日この動画を撮っていきたいと思います。このチャンネルは海外 海外9カ国と地域ですね。これは、ま、アメリカ、オーストラリア、メキシコ、アルゼンチン、まあ、ドイツ、プエルトリコ、あ、ベルギー、スイスと。まあ、結構バラバラの順番になってしまったんですけども、まあ、こういった国々で実際にこう選手としてですね、こう契約を締結してプレーしたっていう経験を持つ僕が、まあ、この海外野球の情報であったりだとか、まあ、そうやってね、7年間ですね、7年間っていう時間をこうやって海外で過ごして、こう日本に帰ってきてですね、日本の野球を改めて見てみると、あ、なんかやっぱ結構違うんだな、海外と日本の野球ってみたいに思った中で、そのの日本の野球 がこれからもですね発展していくためにがまだまだですね、こう、初めて3ヶ月ぐらいの、こう、よちよち歩きのチャンネルではありますが、ぜひですね、こう、登録して、これからもたくさん動画出していきたいと思いますので、応援していただけたらとっても嬉しいです。今日の動画の最後には、今日もですね、こう、海外野球 T シャツとか、まあ、最近あの、海外野球じゃなくて、こう、日本野球 T シャツみたいになってるんですけども、まあ、僕のこれまでの野球のキャリアに関わる T シャツっていうのを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただけましたら嬉しいです。では、今日のコンテンツは以下の 通りです1、素振り。にティーバッティング。3、ノックと、こういう順番でお話ししていきたいと思います。それではどうぞ。意味なくはないけど、海外では絶対やらない練習トップ3。その1つ目は、素振りということなんですけども、まあこれはですね、どんな素振りかじゃなくて、もう素振り自体を海外ではやらないんですよ。これもしかしたら、 ま、知らない人もたくさんいるんじゃないかと思って、まあ、知らない人にとっては結構衝撃的じゃないかと思うんですよ。まあ、とかくですね、こう、日本で野球をやっていると、まあ、練習から帰ってですね、毎日、こう、夜外に出て、素振りをしなさいだとか、毎日100本、毎日500本みたいな、まあ、500本多いかもしれないんですけども、ま、あでも、その、高校生とか大学生になってくれば、毎日そのぐらいの数振ってるみたいな選手も、ま、あいるんじゃないかと思うんですよ。で、そうした中に、こう、1日休むと3日遅れるとか、その3日取り戻すにかかるとかですね、自分が休んでいる間にですね、こう、ライバルは、 こういったですね、考え方ってあるじゃないですか。なんかこう、いわば強迫的なみたいな考え方あると思うんですけども、ま、心配しないでくださいと。あの、素振りっていうのは、あの、日本以外で、ま、基本的にやってるところはありませんってことなんですよ。ま、もしかしたら、もう韓国とか台湾とか、そういうその日本にすごく近い野球文化を持ってる国々っていうのは、ま、やってる人もいるかもしれないんですけども、ま、その日本もしくはアジアの限られた地域以外の、ま、そのメジャーリーグっていう世界最大で最強のリーグ を持っているですねこのアメリカを含めたほぼ全ての世界では、こう素振りっていう練習は、まあ、存在しないと、やるやらないとかじゃなくて、あの、知らないってことなんですよ。まあ、もちろんですね、こう、打席に入る前にブン。 ブンってこう2回ぐらい振って打席に入るみたいなことってのはまあもちろん全然あると思うんですけどもこう練習としてこう100本ですねこう声をかけたりとかそういうことしながらみんなで合わせてやるとかですね夜一人でやるみたいなことっていうのはまあないってことなんですよでアメリカ人にこう素振りのことを話してまあ日本ではこういう練習やるんだよみたいに言うと え、なんでみたいな。なんでって。あのー、まあ、それは、こう、ボールをイメージしながらですね、ピッチャーのボールを一球一球イメージして、アウトコースに、こう、ストレートみたいな、インコースにスライダーみたいなイメージしながら、こう、パキーンって、こう、打ってるところを、こう、イメージトレーニングを含めた、こう、素振りと、こう、筋力を鍛えていくんだよ、みたいなことをお話しすると、いや、ボール打てばよくね、みたいな、そういう感じなんですよ。で、そういった、こう、素振りっていうですね、こう、練習を見たときに、アメリカ人とか、まあ、他のヨーロッパ人とかも、オーストラリア人もほとんどそうなんですけども、なんて言うかっていうと、 空振りの練習っていう風に言うんですよ。まあ、カラの練習って、まあ確かに言われてみればそうなんですけども、別に、そのボールはもともとないだけで空振りしてるわけじゃないって言うけど、いや、彼ら的には、その、まあバッティングって、バットを振ることじゃなくて、ボールを打つことだから、まあボールがあって、 練習した方が、まあ、良くないいいいみたたななそういった感じらしいんですよねなのでもし例えばこう練習から帰ってですね家で自主トレっていう形でやりたいんだったらですねまあ例えばガレージとかそういう形ですよねあのまあゴムボールでもいいからこうティーにボールを置いてネットを立てて、まあ、おもちゃのバットでもいいからそれを振ると打つと。 いうことならわかるんだけども、まあそういったおもちゃのボールとかバットを使ったとしても、まあそれでもこうボールを使わない素振りよりは、まあ全然いいっていうふうに捉えられてるってことなんですよね。で、僕一回だけね、スイスでこう練習をしている時に練習しているというか、まあそれは二軍のチームの練習で僕はその練習を、まあコーチもしながら自分でも参加してたって感じなんですけども、アメリカ人のコーチがそのピッチャー、僕と一緒にプレイしている外国人選手で二軍は一緒にコーチをしているって形なんですけども、彼がですね、こうその時はバットを持ってたのかなバットを持って で、あのー、まあ、順番にですね、外の高め、外の低め、中の高め、中の低めに、こう、4箇所ぐらいですね、合わせるように、こう、ポイントに、こうやってバットを出してごらんみたいな、こう、本当にそれは、僕、初めて海外で見た、日本の素振りに一番近い練習だったんですよ。その、テイラーって、その外国人が真ん中に立って、こう、周りをみんなが囲むようにしてですね、順番にそこに、ま、バットを出していくと、4箇所ですね、それを、ま、なんか2回ずつぐらいやったかな。で、それを、周りで見ていたスーツ人とかが、 なんか stupid training って言ってましたね。stupid training ってなんかバカげた練習だね、みたいな。なんか、なんか変なエクササイズやってるね、みたいな。ちょっとなんかバカにするような形で見ててですね。で、まあ、まあ、バカにすることはないと思うけどと思って見てたら、それも、まあ、2回ずつ。なので、2回かける4箇所で、8回ぐらい、こう、バットをそこに合わせるって練習しただけで、 よし、終わりだって。この練習終わったからじゃあバッティングに入るぞって言ったんで、ま、あ素振りとしてスイングは、ま、あ一回もやってないどころか、その場所にバットを出すっていうエクササイズさえ8回やって終わりと、いうことで、ま、あそういった、ま、スティーピットトレーニングって言ってしまうような価値観とかですね、ま、あやるとしても8回みたいな価値観から見ると、日本でね、こうやって丸くなって、ま、あ一人10回ずつ声をかけてですね、みんなで200本とか、みんなで500本みたいなスイングが、ま、あいかにキーに移るかということだと思うんですよ。ま、あもちろんですね、こうまあ 最後にもまとめていようと思ってるんですけども、日本の素振りが必ずしもダメだって言ってるわけじゃないんですけども、まあね、素振りするんだったら、t でもいいから、ボール打ったらっていうのは、まあある程度ね、こう理にかなって言い分かなっていうふうにも、まあ思ってしまうんですよ。まあそういうわけで、この素振りというのは、まあ意味ないとは言わないけども、海外ではまあ絶対やらない練習ということだと思います。意味なくはないけど、海外では絶対やらない練習トップ3。その2つ目は、 ティーバッティングということなんですけど、これどういうことかっていうとですね、こう斜めから突するティーバッティングってことなんですよ。これね、日本のバッティング練習の中ではもう一番ぐらいやられてる練習じゃないかって思うんですけども、これもね、海外では、まあ、まずやらないですね。これは、まあ、素振りと違って一回もってことはないですけども、まあ、ほぼ見ないですね。で、これなんでかっていうと、それに変わる練習っていうのがあるんですよ。で、それに変わる練習っていうのは実は二つあって、一つ目は、まあ、さっきも話に出てきたような、 置きテーですね。最近では日本でもようやく流行ってきて、ターナーティーとかね、使ってやるとすごくいいよみたいな、壊れにくいよみたいなことが言われながら、まあ僕も持ってたりするんですけども、あの、置いて、そのティーの上にボールを置いて、それを打つと。まあポイントの確認もできるし、置いてあるボールに対する、まあアプローチができるとしっかりしていけるっていうことで、まあこれようやく流行ってきたって感じなんですけども、まあそれと、もう一つですね、フロントトスっていうのがあるんですよ。これね、日本で僕はぜひ持ってやってほしいんですけども、まあトスなんですよ。トスなんですけども、 こう、斜めからやるわけじゃなくて、ピッチャーの向き、ピッチャーの向きから、まあ、距離的にはちょっと近いんですけど、まあ、ピッチャーの半分ぐらいですかね、ぐらいの距離で、まあ、トスを投げてもらって、それを、まあ、ピッチャーのタイミングで入って、パコーンって打ち返すって感じですね。で、これ何がいいかっていうと、やっぱ、角度が一緒なので、こうね、やっぱ斜めから、 来たボールを正面に打ち返すって、基本的には野球の中にない動作なんですよ。で、ない動作なんで、その、目とかの使い方も違うし、ボールの待ち方、それの、こう、まあ、毎回引っ張ってるみたいなもんですからね、言ってしまえば。という意味で、その、斜めから角度のついたトスを上げてもらうって、まあ、ね、結構その、変な癖のつきやすい練習にはなってしまっているんですよ。で、それ言ってしまえばですね、その、まあ、実践度というか、実践に近い度で言うと、まあ、下からティーバッティング、 次が、あの、斜めから投げられるトスバッティングで、次がフロントトスっていう感じだと思うんですけども、まあその真ん中にあるやつをこう上下に分けてるって感じですね。なので、まあそのバッティング前のルーティーンというか、そのウォーミングアップとしては、まあまず最初に、こうティーをやると。置き T で練習をして、次に、それだから、あのー、まあ、ケージの外ですね。ケージって言って、海外では、まあ大体どんなチームも、ケージってカゴって意味なんです。まあ鳥カゴみたいなやつですよね。こうネットで囲った箱みたいなやつが存在するんですよ。 まあ、チームに1個ぐらい、そのグラウンドにですね。で、その、あの、側面というか、ネットに向かって、こう、キティをやるっていうのが最初ですね。で、これも、ちょっとその、まあ、間にこう、挿入って感じになっちゃうんですけども、T の、あれ、ネット、こう、四角くなってて、真ん中に丸いのついてるじゃないですか。 あれもね、僕嫌いっていうか、結構良くないことだと思うんですよ。な、なんでかっていうと、こう投げられた T を、あの、ネットの中に打とうとすると、まあ、手首をこねたような、ちょっと引っ張りの角度になるっていう、さっき言ったのももちろんなんですけども、あの、角度0、もしくはマイナスの角度の方がネットにはズバンって入るじゃないですか。で、角度0度もしくはマイナスって全部内野ゴロなんですよ。で、あの、内野ゴロって、内野ゴロ打った時点でヒットになる確率って、ライナーとかフライに比べたら全然低いっていうデータが、もうメジャーでも何でも出ちゃってるんです で、5度ぐらいから、まあ、5度ぐらいだったらネットに、まあ、上の方にこう突き刺さる感じで入って、まあ、バウンドしてちょっと外に出てくるぐらいの感じなんですけども、15度ぐらいの角度つけると、もう絶対ネットのこう上に当たるとか、あの、僕よくやるのは、このフレームですね、にカシャンとか言って、あの、出てきちゃうみたいなとか、あの、ちゃんと入れろよとか言われて怒られるみたいな、後ろに、なんかその、後ろにもね、バックネットの ある状況だったらいいんですけども、そうじゃなななないい状況だと危ねえなみたた話になったりすするんですよでもあの、バッティング練習の目的って、あの、そのネットに入れることじゃなくて、試合でヒットを打つことじゃないですか。で、試合でヒットが打てる角度で打つと、ネットには入んなくて怒られるみたいな、まあ、よく考えてみるとね、よくわかんない状況になっちゃってるわけですよ。もう、まあ、完全に練習のための練習っていうことですよね。なので、できればそういうケージの側面みたいな、もうちょっと高さのある場所で、15度の角度を狙って、打つ練習っていうのは、絶対そっちの 方方ががした方がいいに決まってるんですよでちょっとそれちゃったんですけどもそれを第一ス,ペステップとしてやりますよねでその順番が来たらケージの中に入って順番にフロントトース投げながらこうバッティングまあその、まあ、ピッチャーの半分から3分の1ぐらいの距離で投げてもらったやつをピッチャーと同じ角度に打ち返すみたいなでそれも、まあ、下からなんでコントロールつきやすいし高め低めとかあのサイドインコースアウトコースとかもやりやすいじゃないですかでこの練習やってたらそのバッピとかを消耗する必要もないんですよ。でやっぱ、ね、っぱバッピて学生野球 ととかだとで、きるるるる選手少なないいいいしコーチががややにもね毎回同じ人のののっってて結結構構大変んんでででこのフロントトースで代用すすううは、まあ、結構いい方法だと思うんですよでそこまでがウォーミングアップで、で、チームによってはここで終わってしまう場合もあるんだけども、まあ時間が取れたりだとか、グラウンド広く使えるって時はそこから、まあバッティングピッチャーをつけたフリーバッティングっていう風に入っていくと。この3段階のバッティング練習っていうのが、まあ海外でよくやられている一番オーソドックスなバッティング練習の流れで、で、僕はこの方法でやっていくのが一番いいと思うんですよ。まあそういうわけでですね、この斜めから トスするディーバッティングというのは、こう練習のための練習になってしまっているという意味でですね、こう意味はなくはないんだけども、海外では絶対やらない練習というふうに思います。 意味なくはないけども、海外では絶対やらない練習トップ3。その3つ目は、ノックということなんですけども、これノックの中のどういうものかっていうとですね、ノックでダイビングキャッチをするってことなんですよ。で、まあ、日本ってね、ダイビングキャッチ好きじゃないですか。特にね、日本の指導者とかもダイビングキャッチ好きですよね。あのー、ちょっと取れないやつとか、まあ、言ってしまえばノッカーのミスなんですけども、強いやつがね、こう三遊間とかに行っちゃって、三塁手がダイビングとかしないと、おい、みたいな、怒ってダイビングしろよ、みたいな、せっかくってやってんだぞ、みたいに言うじゃないですか。 うんそれどうかと思うんですよね。 なんでかっていうとですね、こう、まず第一に、ダイビングって結構体への負担大きくて、まあ最近もね、こう、ヘッドスライディングで肩を脱臼してしまうみたいな話って、まあよくあるんですけども、あの、ダイビング一回につきね、なんかその交通事故一回受けるのと同じぐらい体にはダメージ受けてるみたいな話もあるぐらいですね、あの、あんまりほいほいやるもんじゃないっていう考え方もあるんですよ。で、さらには、その試合の中でダイビングを使わなければならない機会って、僕そんなに多くないんじゃないかと思うんですよ。 なのに、そのダイビングばっかり練習してしまうと、その足を動かす前にですね、最初からダイビングで待ってしまうみたいなことがあると思ってね、その試合で何回も使わないやつに準備したために、その何回も来るための動作が遅くなってしまうみたいな、そっちの精度が下がってしまうっていう風に、まあダイビングばっかりやってるとそうなってしまうんじゃないかと思うんですよ。じゃあ海外ではどうしてるかっていうとですね、本当に基本的に正面の頃ですよね、正面のそんなに強くない頃をたタ,タタっていって足を割って通って、 投げるみたいなやつが1本2本あってそこからまあバックハンドがあってフォアハンドのサイドがあって。 ま、で終わりって感じですね。なので、その、ダイビングをするとかじゃなくて、しっかりとね、正面2本、バックハンド2本、フォアハンド2本とか、こういうその、意図を持ったノックっていうのをやるチームの方が、まあ、多い気がするんですね。あとは、まあ、言うとすれば、前と後ろですよね。前の打球っていうのは、こう、そんなにまあ強くなくてもいいんで、前に出て、あの、まあ、スクープっていうふうに言うんですけども、片手で拾って投げるみたいなやつ。まあ、ベアハンドとかもやってもいいんですけども、で、ジャンピングスローっていうか、その片足で取ってランニングスローするみたいな練習 ですよねさらには、ちょっと強い打球で、前には来ずに、半身になって、こう、角度を作って、バウンド合わせながら取る練習みたいな。まあ、そういう形で、正面、バックハンド、フォアハンド、前、後ろみたいな、こういった意図のあるノックをですね、日本ずつでもやっていくと、いや、まあ、すごく上手くなると思うんですよ。で、そういった中にね、まあ、海外の中では、そのダイビングキャッチっていうのは、まあ、なかなか入ってこないと。まあ、なんでかっていう中には、日本には、結構ですね、こう、 一回しか使わないかもしれないけど、その一回のための準備をするんだって考え方がすごく強いんですけども、海外はどっちかっていうと、 一回しかやんないことを練習するよりも、9回出てくることを完璧にした方が早いっていう。あの、早いっていうか、その確率は上がる。その、まあ、守備率というか、その得点を抑えるっていうことを考えると、結果的にその方が、まあ、確率は上がるみたいな考え方があって、まあ、こういった考え方にたどり着いてしまうのにはですね、こう日本は基本的にアマチュア野球は全てトーナメント、一戦必勝のトーナメントと、海外ではもう少年野球とかの頃から、まあ、リーグ戦でシーズン3ヶ月とかやる中で、こう戦っていって勝敗を決めるみたいな、 こういうね、野球の試合をやっていくシステムの違いみたいなことも、まああるとは思うんですけども、まあこれからもね、こうや、日本の野球をこう発展させていく上では、まあダイビングみたいな、この一回しかやらないことをやるよりも、まあそのしっかりと使うことですよね。使うテクニックっていうのをこう体系的に系統立てて練習していくという方が、 まあ僕はいいんじゃないかと思います。まあそれはあくまで僕の意見なので、まあ今回そのお話ししたかったことというのは、こう意味はないとは言わないけども、まあ海外では絶対やらない練習ということで、この、まあノックでバンバンダイビングキャッチをするということもお話ししてみました。今日はこういった形でですね、意味なくはないけど、海外では絶対やらない練習トップ3ということでお話ししてきたんですけども、まあこういって見ていくとですね、まあ日本っていうのはどっちかっていうとこう伝統を重んじるみたいな空気があると思って、昔からやられていることは、その、まあやっぱり意味があるからやって いるんだとで、その指導者が子供の時にやったことを、まあ、指導者になって、大人になって指導者になっても子供たちにやらせるみたいな、そのサイクルがずっと続いているように思うんですね。で、一方、海外っていうのは、ま、もともとそういうのをやってたっていうのもあるかもしれないけども、まあ、効果的だと思ったらどんどん取り入れていくし、効果的じゃないと思ったらどんどんやめていくみたいな、なんかシンプルな考え方があるように思うんですよ。ま、あそういうわけで、もちろんね、今日言ったことが全て正しいっていうふうに言ってるわけではないんですけども、海外ではこんな感じでやっていると、まあ、そういった考え方もちょっと取り入れてみても、ま、あ聞いてみてもいいんじゃないですかという考え方で今日この話をして してみましたもしちょっとでも参考になっていいたら嬉しでですでは、今日のおまけです。これはですね、まあ、寸大ということで、こう、後ろに、ソリーだと名前も入ってるんですけども、これね、僕が高校生の時に着ていた T シャツで、あの、まあ、僕、寸大甲府高校って山梨県の高校で野球をやっていたんですね。 で、僕、今まで、その中学だとかまで野球やった中で、その試合用ユニフォームの他にですね、みんなで揃えて買う T シャツなんかその練習とか、まあ試合のボンミングアップとかで使えるような、そのユニフォームに代わりになるようなもので、こうチームの名前とかですね、ロゴが入っていたり、まあ自分の名前まで入ってるみたいなのって、まあ来たことなかったので、高校入ってこれもらった時にものすごく嬉しかったんですよ。で、以前からこうやってこう、チームの海外の野球のチームの T シャツをいつも紹介してるっていうのにはですね、そういった海外のいろんなチームの T シャツが、こうデザインとかね、いろいろ面白い とあるんでぜひ見ててもらって紹介したなってこともあるんですけどもなんかみんな、この海外のチームっていうのは自分のチームに誇りを持ってですね、そのかっこいいデザインの T シャツとかかっこいいデザインのロゴとかカラーリングとかを作って、なんかみんな楽しんでるよみたいな、そういったことを通してこうチームに誇りを持ってるというか、そのプライドを持つようなきっかけにしてるよみたいなことをお話ししたかったことなんですよ。なので、まあこうやってね、日本のチームでもこういうそのチームロゴの入った T シャツみたいなの作ることってすごくいいことだと思うので、まあいろんなチームでこういうのもっとどんどんやっていったらいいんじゃないかなというふうに思いまして、今日この T シャツを紹介してみ 今日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。よろしかったら最後にいいねボタンだけで申し上ってもらえると本当にモチベーション上がりますのでぜひよろしくお願いします。写真家で野球選手の反田タタケルでした。